おしんでございます。よくぞお越しいただきました。ありがとうございます。いやですね、行きたいと思いますけどもね、本日のテーマはですね、これもね、興味深いなって自分でも思ってるんですけども、私ってどんな人間かなです。私ってどんな人間でしょう。どう映ってますか。あなた様はどんな人間ですかね。えすごく興味があります。ぜひね、本当会いたいです、全員ね。えまだねえバズってないから、そんなまあこうハマってくれる人もいませんよ。でも中にはコアなファンがいてくれるんです、この私にもね。本当にありがとうございます。もうね、嬉しいですよね。えもっと増えてほしいななんてね思う時もありますけども、私どんな人間かなっていうのをなんでこう思いついたかというとですね、すごくシンプルでして、いろいろこう観察するのが好きなんですよね。どこでも言ってるけども、人をよく見てるし、いろんな方から本当ありがたいことにね相談を受けるんですよ。こう見えて、しかもね、年齢層めっちゃ幅あるんですよ。若い方からお父様お母様まであります。でそんな中でね、なるほどなと思うのが、どんな人が結構苦しんでるのかなと、生きてることとか何かつまずいた時とか、そして自分自身にも照らし合わせるんですけどね、自分がイケてるなと思ってる人がつまずいてることが多いんですよね。これに気づいたんですよ。私の周りってすごくいろんな方がいてくださっててね、ありがたいことにね、私から見たらもうめっちゃうまくいってるし、めっちゃすごいなと思う人でもね、二パターンいるんですよ。俺は私はすごいでしょっていう人と、もう片方はいや全然でね、いや私ってまだまだなんだっていうね、同じような同じぐらいのね結果出てる方ですよ、両方。だけども A パターン B パターンの方がいらっしゃるんですよ。あなたどっちですか。いや成功したことねえか分かんねえわではなくて、あなたもうまくいくんじゃないですか。絶対うまくいくんですよ。でうまくいった時にどっち側にいるイメージになりますっていうことを聞いてるんですね。私はね、実はこの A パターンの方をすごくこう拝見することが多いんですよね。でね、この A パターンの方っていうのが、さっきもねお話しさせてもらった通り、つまずくことが結構小石のようにたくさん起きるんですよ。でね、 B パターンの方ってどんな感じかっていうと、小石じゃなくてたまに出てくる大きい石みたいな感じでも乗り越えられるぐらいの、ね、石の大きさ、岩じゃないから。岩だったら大変でしょ。もうたまにあるのかな。まあ人生なんかありますよね。でもそれはいいとして、両方ね大きいはたまに来るわ、確かに。だけれどもですよ、この A のパターンのね人っていうのは小石だらけなんですよ。結構1個蹴っ飛ばしてもまたすぐ出てきて、また蹴っ飛ばさなきゃいけないみたいなね。結構なんかこう、おおなんか大変だなみたいな、結構そんなことあるんですねみたいな、そんなこと起きるんですねあなたにも、すごい、なんでですかみたいな方が多い。じゃあなんでかなと思った時ですね、自分がイケてると思ってるんで、言葉選ばないでぶっちゃけて言うと、まあそんなもんみたいな、ちょっとバカにしてたりとか見下したりしてることが多いんですよね。なので足元救われるようなことが結構起きるんですよ。で B パターンの方いるじゃないですか、いやいやいやまだまだって言ってる人たち、同じ結果なんだけどね。この方たちっていうのは自分自身が不完全だと思ってるから、まあこれぐらいのことって起きるよね、あ試されてるよねっていう差をつけてちょっと言うのも申し訳ないんだけども、まあ言ってみればやっぱちょっと謙虚なんですよ。ちょっとどころじゃないんだけど、本当はでもちょっとにしとこう、ここでは謙虚さがあるんですよね。なので知らないことを知らないとか、自分が足りないなっていうことを認められる人なんですよ。どっちが魅力的ですか。同じくらいの結果出てるんですけどね。言った時に自分自身がどっち側の形でいたいですかっていうことと、そして私ってどんな人間っていうことをね今日テーマにしてるじゃないですか。
その中で自分が例えばそうだな、もっと言っちゃうと俺ってすげえじゃん、私ってすごいでしょっていう人じゃない方が大きい石は、ね、大きい岩にあんまりぶつかることないんじゃないかなと思うんですよね。うまく言えないけど分かってくれると思う願ってるけど聞いてくださったあなたにね託しちゃって申し訳ないんだけど、まあでも何か分かってくれると思うんですよ。本当にね、こう自分を自分で高めるのは当然すごく素敵なことだしいいんだけども、簡単に言うとこう受け皿の大きい人、だから自分が全部正しいみたいな人いるでしょ、うん、すんげえつまんないでしょ、一緒にいて疲れるしね、はっきり言ってすんげえ疲れる、うん、無理私は無理なんですよ、うん、だから私が個人的に会ったりとかする人でそれこそ素敵だなと思う人っていうのはこっちの B 側の人が多いです。みんなの前で A なんだけど私と会ってる時は B になってくれる人も好き、だって魅力的でしょ、だから人間臭いじゃないですか。だからやっぱりね、そういう部分がこう見え隠れするような人って魅力的だし、そういうような魅力的な人って大好きなんですね。めちゃくちゃ好き。結局はなんかその人がやっぱりね、自分自身で誰かにこう注意してもらえることを願っていても A の生き方でしてると長く行でできない人もいるし、でも実際自分自身が関わっている中で本当に B になってて外では A でもね、僕私という時は B になってくれてますます素敵になって魅力的だったらもう大好きなんですね。ってなった時に、でも自分自身がこうなんなきゃいけないはないんだけども、でもどっちかをね望むんだったらどっちよって話、それが自分の中で私ってどんな人間なのっていうことをうまくいった後にね問うよりも今から分かったらよくないですかって話なんですよ。で決めとかないって話、どうせうまくいくんだからどっちになってなりたいかを決めとこうよ今のうちにって話なんですよ。それを言いたかった今日めっちゃ、最近めっちゃばっかり言ってるけどでもね本当に伝えたいことばっかりなんですよね。だから自分自身が今ね、いや私そんななってないし俺そんななってないしうまくいってないし成功してないしじゃなくてね、全然違う、そんなどうでもいいんですはっきり言ってね、もうはっきりそうなんです、どうでもいいそんなのも、だって絶対うまくいくから、絶対うまくいくのさ、あなたはね絶対うまくいくからね。その中で自分が今から決めておくこと何かって言ったら A タイプなのか B タイプどっちになりたいですかっていうことを今のうちから決めておこうっていうことを今日はお伝えしたかったんです。なので内容があるようでないようじゃなくてちゃんとあるからね、伝えたいことはあなたに託しちゃって申し訳なかったけども、あなた様の中でね最高の答えを出してくれることを望んで今日はね、この動画を終わりにさせてもらいたいと思います。ではね、A か B かじゃなくてまずこれをね、見てる途中そしてね終わった後お願いしますよ、ぜひともグッドボタンいいねボタンを押していただいて、そしてねまたこのねチャンネル登録しなかったらぜひともチャンネル登録していただければなと思うんです。またですね次回も、何かねお伝えできることを楽しく一生懸命やっていきますんでね、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね SNS 等もやっておりますので概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。